カルーゼル橋は、フランス、パリのセーヌ川に架かる、コンクリートアーチ橋である。チュイルリーガシとボルテール河岸を結んでいる。パリの多くの橋と、同様、カルーゼル橋のある場所にもいくつかの橋が様々な、名前で存在した。1831年の最初の橋は、サンペール通りを延長した位置に作られたためサン、ペール橋と名付けられた。しかし1834年の除幕の時に、 ルイ・フィリップはカルーゼル橋と命名した。また、ウガンのルーブル宮殿に通じていることから、ルーブル橋という名も与えられた。建築家のアントワーヌ・レミ・ポロンソーは、当時釣り橋が主流だったにもかかわらずアーチ橋を採用した。中鉄と木材でできた、この橋は、とても大胆なものだったがために批判にさらされた。装飾のための鉄製の輪は、皮肉を込めて、 折りたたんだテーブルクロスを止めるわと呼ばれた。橋の四隅には、ルイプティ島による、工場、産業、セーヌパリを意味する四つの彫像がそびえ立っていた。約50年後、老朽化したため木材で作られていた、強小部分が鉄に置き換えられた。それでもまだ幅が狭く、危険なほどぐらぐらしていたため、1930年に少し下流にかけ替えることが決定した。 新しい橋は、最初の橋に敬意を表して三景観のコンクリートアーチ橋となった。橋の照明には伸縮する街灯が採用された。これは昼は13メートルの高さ、夜は20メートルの高さになるものだったが、現在は作動していない。1995年の5月1日、モロッコ出身の人が国民戦線のデモ帰りの集団にカルーゼル橋から、 セーヌ川に投げ込まれるという事件が発生した。この事件を風化させないために2003年追悼のためのプレートが取り付けられた。ポンヌフ、ポンデザール、カルーゼル橋、ロワイヤル橋、レオポールセダールサンゴール橋。ありがとうございます。